こんにちは、こんばんは、ラスです。今回はですね、動画を撮影しまして、キーボードのですね、この前は文字だけでしたんで、キーボードの各ボタンに関して、解説していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあですね、今これがキーボードの、配置をですね、全体映しているような感じになっております。ちょっとですね、キーボードによっては、このような配置とはですね、ちょっと違ったりする可能性が、ありますが、大体のですね、キーボードの配置似たような感じになってますので、今回の解説でですね、ある程度キーボードの役割に関して、していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと順番に、キーボードの解説をしていこうかなと思います。ですね、まず今回は主要なボタンの機能ですね、解説していきます。じゃあまず、これがキーボード、左上の方から、順番に行きましょう。ですね、まずはここに、あるのがですね、左上一番端っこにあるのが、これがエスケープキーですね。ESC と書いてエスケープキーと読みます。エスケープキーは、例えばなんか選択しているものをですね、一旦キャンセルしたりとか、まあ、そういった時にエスケープキーを押すことが、多いですので、結構ね使うことが、多いかなと思いますので、覚えておくと便利です。で、次に、これ見えますかね、半角全角キーですね。これで、こちらのアルファベットキーいろいろあるんですけれども、アルファベットキーのですね、配置に関してはまた別途解説していきたいと思うんですけども、日本語、ローマ字入力とですね、日本語入力を、切り替えるボタンがこの半角全角キーになりますので、覚えておいてください。で、その下行きまして、次がタブキーですね。タブキーは、タブ文字をですね、入れて行間をですね、揃えたり、文字の整形に、使うことがありますので、覚えておくと、便利だと思います。でですね、次は、このキャプスロックキーですね。キャプスロックキー、まあ、これはですね、正直あまり使わないので、覚えなくていいと思います。まあ、キャプスロックっていうキーがあるということだけ、覚えておいていただければと思います。でその下行きまして、このボタンが、これシフトキーですね。シフトキーはそうですね、文字入力とかするときにシフトキー押しながら、こちらのですね、この矢印のカーソルあると思うんですけど、これカーソルキーと呼ぶんですけど、シフトキーとカーソルキーを組み合わせると、文字をですね複数選択することが、できるようになりますので、シフトキーもですね結構使ったりすることが、多いですので、覚えておいてください。で、その最後、最後じゃないや、左下行きまして、こちらが CTRL と書いて、コントロールキーですね。コントロールキーはですね、このボタンだけだとあまり意味がなくて、こちらも、コントロールキーとですね、こちらのアルファベットのキーですね、このあたりと組み合わせて、使うことが多いですね。例えばコントロールキーと、この C ですね、アルファベットの C で、コピー、文字列のコピーとかができますね。コントロールをしながら、このアルファベットの C を同時に押すというような感じです。あと、コントロールキーと、この、X ですね。これで、カット、文字列のカットができます。で、コントロールキーと今度 V ですね。これで、まあ、コピーした文字列か、カットした文字列を、V でですね、ペーストする、コマンドが使えるようになったりします。まあ、他にも、コントロールとA とかコントロールと S とかですね、使ってもいろいろ機能が、
あったりしますので、コントロールキーに関しては、ぜひ知っておいてください。で、そのコントロールキーの右ですね、この FN って書いているのが、ファンクションキーですね。以前の動画でもお伝えしたんですけれども、ファンクションキーもですね、こちらもこの上キーボードのだいたい上の方にあるんですけど、この F1 とか F2 とか、見えますでしょうか。で、F1 からですね、多分、F の12までキーボード、あると思うんですけども、その先ほどのこのファンクションキーと、このなんだ、まあ、ファンクションの、数字に対応するボタンですね、これを同時押しすることで、このですね、なんかいろいろアイコンが書いてるんですけど、これに対応した機能がですね、使えるように、なります。ちょっと見づらいですかね。例えばですね、ファンクションキーと、この F5 とかを押すと、こっちは、スピーカーの出力を下げることが、できます。音量を下げることができますね。で、今度なんかこの、なんかスピーカーがこう、音波が外に出ているようなアイコンですね。ファンクションキーとこの F6 っていうのを押すと、音量を大きくすることが、できます。あとはですね、というかこの太陽のマーク、なんか下がったり上がったりしているような感じがあると思うんですけど、これやると、ディスプレイの明るさを、下げる。で、ディスプレイの明るさを上げる。っていうことが、このボタンの組み合わせで、できるようになります。まあ、他にもですね、なんかキーボードの明るさかな、これキーボードの発光か、バックライトの調整とかね、いろいろ実はあるんですよね。ディスプレイの出力の変更とかですね。あと、機内モードとか、あと、これはなんだろう、スリープモードかな。あと、カメラ、スクリーンショット撮ったりとか。パソコンによってですね、多分このファンクションキーの配置とかが微妙に異なったりするかもしれませんので、実際にですね、使ってみてもらえるといいかなと思います。結構ファンクションキー知っておくと、使い方知っておくと便利です。で、次が、ファンクションキーの右にある、これ、Windows のあの、窓ですね。窓のマーク。これが、ウィンドウキーですね。これを押すと、Windows の、スタートの機能がですね、ショートカットで呼ぶことができるようになります。その他にもですね、仮想デスクトップとか、そういった機能のですね、ショートカットを使ったり、Windows の機能を、呼び出すことが、できるのが、このウィンドウキーですね。難しい機能かもしれませんので、ウィンドウキーに関してはですね、また、もし、知りたい方が、いるっていうことであれば、別途解説とかしてみようかなと思います。まあ、これだけで、これポチッと押すと、左下のスタートがパッと立ち上がったりするので、まあ、それだけでも知っておくと、便利かなと思います。で、続きまして、このウィンドウキーの右にあるのが、ALT って書いて、オルトキーですね。オルトキーに関しては、そうですね。何に使うかな。オルトキーはですね、自分は、オルトキーと、例えばタブとかですね、オルトキーの用途は、まあ、コントロールキーよりかはあんまりないかもしれないんですけれども、例えばですね、アプリケーションを複数立ち上げているといった場合に、オルトキーとですね、タブ、これを同時に押すことで、アプリケーションの状態をですね、切り替えることが、できるようになります。例えば、ブラウザーを立ち上げてて、で、例えばメモ帳とか、あと電卓とか立ち上げてるとすると、オルトキーと、タブで、そのアプリケーションをですね、前面に切り替えることが、できるようになります。なので、まあ、フォルトとタブっていう組み合わせを知っておくだけでも、結構便利かなと思います。で、続きまして、オルトの右にある無変換ですね。すいません、こちらは無変換はあまり使いませんので、今回の動画では
省略させて、いただきます。で、続きまして、こちらが、まあ、特にこれ何も書いてないんですけど、横に長いあのボタンが、まあ、キーボードにある絶対あると思うんですけど、これがスペースキーですね。スペースキーは、文字を打つときにですね、スペース文字っていうのを、入れることが、できます。スペース文字で、まあ、先ほどのタブと同じような感じで、こちらもスペースで、文字の行間をちょっと調整したりですね、そういった整形の処理に使えるので、スペースキーもですね、結構使ったりすることが、多いので、知っておいてください。次、スペースキーの右にある、この変換ですね。変換に関してもですね、あんまり使わないかな。ので、こちらも今回ちょっと省略しておきますね。で、その右にあるカタカナ、ひらがなも、このボタンもあまり使いません。実際はあまり使わないと思いますので、こちらもちょっと省略いたします。これもなんだろうな。これちょっとわかんないですね。自分もあまり使ったことはないな。一度も多分使ったことがないので、これなんだろうって感じでちょっと省略しておきますね。で、オルトキーとか、まあ、コントロールキーはですね、まあ、左側にもあるんですけど、右側にもあります。これは機能的には同じですので、まあ、好きな方ですね。まあ、左側だったら左手でね、押したりするんですけど、右側にあるときは右手でも、押せる。まあでも自分はちょっとですね、まあ左手で結構ですね、コントロールキー、オルトキー使ったりします。これは人の多分好みもあると思いますので、好きな方でですね、使っていただければと思います。で、続きまして、先ほどちょっと最初の方で解説した、この矢印ですね、こちらがカーソルキーですね。メモ帳とかですと、メモ帳とかあとエクセルとかですね、これでその自分のいる、今カーソルがある場所を、移動することが、できるので、まあこれもしこれは結構頻繁に使いますので、知っておくといいかなと思いますね。で、続きましてこちらが次エンターキーですね。このエンターって書いてる、これは文字列の入力とかしているときに、これで決定をしたりするときに使います。あと文字の開業ですね。開業を入れるときとかにこのエンターキーを押して開業を入力することができます。まあ、エンターキーはですね、まあ、ほぼ確実に文字列入力とかする、まあ、Excel とか使うときとかでも必ず使いますので、まあ、これは、頻繁に使いますので、知っておいてください。で、続きまして、エンターキーの上にあるのが、次、このバックスペースキーですね。バックスペースキーは、文字列を入力をキャンセル、消すことができます。今あるカーソルから一つ前の文字を、1文字削除するときにバックスペースキーっていうのを、使いますので、まあ、こちらも文字入力とかするときに、結構使いますので、覚えておいてください。で、続いて、上にあるのが、DEL、デリートキーですね。こちらも、まあ、バックスペースキーと似たような感じなんですけど、デリートキーはですね、カーソルから一つ前の文字をですね、削除するという動きで、ちょっとバックスペースキーとですね、ちょっと動きが違いますので、まあ、そうですね、ちょっと用途に合わせて、バックスペースキーを使ってデリートキーを使ったりしますので、まあ、こちらはですね、使い分けれるようにですね、ちょっと練習しておくといいかなと思います。で、他のキーですね、このデリートキーの左にあるこの INS ですね、 INS って書いてるのが、これはインサートキーと呼ぶんですけど、インサートキーもですね正直あまり使わないので、こちらも説明ちょっと省略させていただきます。で、その左にあるのも、これもプリントスクリーンキーですね。まあ、なんか、キャプチャーとか撮るときに、画面のキャプチャーですね。撮るときに使ったりするんですけど、まあ、あんまり使わないですかね。うん、ので、まあ、こちらもちょっと細かい説明は省略いたします。
だいたいですね、キーボードの配置はこんな感じですね。で、あと、まあ、この真ん中ら辺にあるのが、アルファベットキーとかですね、あと、まあ、記号とかもいろいろ打てるものがあります。で、あと数字ですね。から1,2,3,4,5,6,7,8,9 と。なので、このアルファベットの配置とか、まあ、ちょっとキーボードのこう打ち方とかですね、そのあたりは別途また解説する動画を入れれたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ、今回はこのような感じで、動画の説明を終わりにしたいと思います。よろしければ、また見ていただけると嬉しいです。では今回はこの辺で失礼いたします。